はいどうも、今回は青島の、元祖デコトラシリーズの3番初代渦潮リテイク2015ですね、を紹介させてもらおうかなと思います。残念ながらもうないです。これ最後の1個でした。で、まぁ、ちょっとね、皆さん、最近、デコトラに興味ある方がいろいろいらっしゃるみたいなので、で、バリューデコトラの方は、いくつか組んだことあるんですけども、この辺のやつはね、ちょっと組んだことがなかったので、ちょっと、まぁ、やってみましょうということで、紹介させてもらいます。バリューデコトラシリーズと違って、お値段も結構します。こいつは定価が9800円だったかな。ですね、9800円っていうやつなんですけども、よいしょ。結構皆さん想像以上にデコトラ興味津々みたいな感じで、よいしょ。バリューデコトラとやっぱ違います。だいぶ部品点数も多くなってます。内装とかですね、下回りの部品とかもね結構ありますが、飾りパーツもちょっと違いますね。いろいろとこの辺は余剰が出るのかわからないですけども、バリューデコトラみたいな感じではありません。一応フェースパネルもね何種類かありますけども、選んで作るとかってこともまあできなくはないのかな。マーカーランプも違いますね。う、頭がこの数、う、頭がよいしょ。で、まあ、こういうふうにね、鱗の感じもちょっと違ったりだとか。よいしょ。これはですね、荷箱もこういう感じで自分で組み立てる必要がありますね。バリューデコトラだとゴソっていう感じですけどね。よいしょ。よいしょ。キャビンも、この下のところがないので、まあ、ここも組んでねっていう感じになりますかね。よいしょ。組んでねっていうか、まあ、どっちにしろバンパーがつくから違うのかな。タイヤも、バリューデコトラのやつよりも細いですね。こういう感じで。よいしょ。で、クリアパーツ、キャビン周りと、飾りもね、これ、マーカーランプのやつですかね。で、フレームと、これ箱の部分ですね。これ後ろ、扉が開け閉めできるようになるみたいですが、そして、荷箱がシールではなくてデカールですね。でっかいなただまあ、普通の、そのバリューデコトラのシリーズだと、シールだとね、どうしても浮いてきちゃったりとかしますけども、まあデカールな分だけその辺は置きにくいのかなぁ。なんてことも思ったりもしますが、でもこれ貼るのも大変ですよ。よいしょ。よいしょ。で、説明書。説明書もですね、ちょっと厚いですね。よいしょ。こういう感じでフレームを一個一個組み立てるような感じになりますね。この辺の水平とか平行とかぴったり出さないとまっすぐならないのかな。エンジンもねちょいちょい作ってっていう感じではありますね。ただ全部 PH3 でって書いてあるので、まあそれほど塗り分け、まあこだわる人はね、こだわってがっちり塗り分けてあげるともいいかなっていうふうにはもう思いますけども、内装もね、こういう感じで、ちゃんとドア内張りまで再現があります。っていう感じになってますね。で、飾りですね。一個一個貼っ付ける必要はないですけど、ただ、一個一個、マーカーのところをね、塗ってあげる必要はありますね。ここがちょっと、貼り付けるのと塗っていくのと、どっちが楽なのかな。
どっちがって言われるとちょっと難しいかなっていうふうにも思いますけども、この辺の飾りとかはね、そのバリューデコトラでも見かけるような感じですけども、でもちょっと違いますね。違う？本当？そうですね、観音扉もちゃんと開け閉めできるような感じになってます。まあこの辺再生産してくれるのがちょっと難しいところではありますけども、ちょっとね一通りやってみようかなということで、よいしょよいしょ、まあ結構時間はかかると思いますが、また組み上がりましたらですね、また組んでみたレビューもやろうかなとは思いますが、よいしょ、ただまあ時間はかかるかなというふうに思います。またライブのところとかでね、今こんな感じですみたいな感じでやっていこうかなというふうに思いますけども、よいしょよっ、よいしょ、はい、こんな風にかっこよく仕上がるかはどうなるか分かりませんけども、また組んでみたレビューでお会いしましょう。お会いしましょうっていつもやってますけどね、動画をやってアップしてますけども、というわけで、今回は青島の元祖デコトラシリーズ、初代渦潮リテイク2015でした。ご視聴いただきありがとうございました。